素晴らしい。ああ、もうこれ鉄板やね。え？ね、鉄板ってもう売ってないってこと？残念ながら。まあ難しい思うけどな。いや、古本屋探すしかないわな。うん、書いてあるもん、こう鉄板。いつかあなたはあの男を愛さなくなるだろうとベルナールは静かに言った。そしていつか僕もまたあなたを愛さなくなるだろう。我々はまたもや孤独になる。それでも同じことなのだ。そこにまた流れ去った一年の月日があるだけなのだ。ええ、わかってるわ、とジョゼが言った。ねえ、その主人公がジョゼって言うんだよね。探してみるもんすね。売ってましたよ、50円。いくつぐらいだっただろう。10しか15ぐらいだったろうか。彼女はよくあのポプラの下に寝転がって両足を幹に立てがけ、風に揺れる頭上の無数の小さい葉を眺めた。風はずっと高いところ、か細くて今にも吹き飛んでしまいそうな木のてっぺんを一緒にお辞儀させた。